何か予感するのじゃ。一体何を騒いでるんだ。欠片が見つからないとお頭にみんな殺される。すごく高価なものなのか。ホイールズ渓谷の連中が何か見つけたらしいぜ。お頭が探してるというあれか。誰だ。こそこそしやがって。隠れても無駄だ。ここから生きて帰れると思うなよ。俺の右腕であるマーゴがついにやったぞ。石板が埋められた遺跡を見つけ出せ。今手下を送って石板を取り外している。おめえは隠れ家で警備兵の動向を監視しろ。これさえ手に入ればあの恐ろしい奴も俺たちの前から消えてくれるだろう。
北津団の奴ら急に勢力が増したな。洞窟団の首領が書いたようですね。コイルズ渓谷で例のものがある場所で見つかった。洞窟団の奴らがスクエアホールも破壊するかもしれん。全体気を引き締めろ。洞窟団がレオンハート聖堂の石板のかけらを探していると、そうおっしゃるのですか？どこから蜂蜜の匂いがプンプンしてくるんだ。
どこから蜂蜜の匂いがプンプンしてくるんだ。この役立たずな運び屋どもめ。ホイルズ森の遺跡に独創盗掘団の奴らがとても多かったです。貴様もあれを狙ってきたのか。へへへ、逃げられると思うなよ。野郎ども、やっちまえ。石板のかけらを、なぜあれを狙っているのでしょう。貴様らもあれを探しているのか。もう遅い。あれはすでにお頭の手の中だからな。貴様らでは手も出せまい。俺たちにはあの悪魔が。悪魔が介入しているのか。やはりこのような邪悪な呪いは人の持つべき力ではありません。急いで盗掘団のアジトを突き止めないと。コイルズ森の管理人を探しましょう。何か情報を持っているかもしれません。
この役立たずな運び屋どもめ、六層洞窟団の巣窟ならこの道に沿って偏僻な場所にあるはずだ。この役立たずな運び屋ども。
毒が取れたな。気をつけろよ。悪魔からもらった毒なんだぞ。触れたらお前も織田仏だ。Thank you.
石板を見つけた褒美に命は取らないでやる。石板はここに。ほう、ここにアークに関する秘密が書かれていると。残りの石板はあの聖堂にあるようだな。どんな内容か見に行くとしようか。
貴様も石板を探しに来たようだが諦めろ。あの悪魔が持っていった悪魔が持っていったなんて、まさかレオンハートが危ない。急いで戻らないと。ありがとうございます。
街に現れるなんて。ありがとうございます。来てくださると信じていたわ。街に現れるなんて。悪魔が聖堂に。早くバルトゥー司祭様を。悪魔が聖堂に。早くバルトゥー司祭様を。
るぞ。マルトゥ様、もう一度聞いてやる。これには何が書かれているのだ。悪魔に教えることはない。まあ待ってやるさ。どうせお前は答えるしかないからな。マルテン様。ん、なんだ。この程度の力で挑んでくるとは笑わせてくれる。この人たちになんてことをしたんだ。なぜこれほどの力を。貴様デランなのか。予想外の展開だな。まあ惜しいが、今日は引き上げてやろう。また会うことになるだろうがな。バルゼ様。アーマン、またしてもあの力を使ったのか。この力はお見せしたくはなかったのですが。使えば使うほど力に飲み込まれてしまうじゃろう。肝に銘じておきます。司祭にしてはひどい姿ですよね。私はデランです。人と悪魔の間で生まれた。それより人々が心配です。何のために悪魔がここを襲ったのか分かりそうじゃ。この石板にはルーテラン王が持つアークに関わる物語が記されておる。しばらくこの町にとどまるとよかろう。落ち着いたら石板で分かったことを教えよう。おはよう。お早いお目覚めね。聖堂へ行ってみて、冒険者様。バルトゥ司祭様がお探しよ。それぐらいじゃ酔うなよ。よもうほとんど復興したな。もうほとんど復興したな。おかげさまで助かった。何か新しい。おい聞いたか。アンゲモスさんに悪魔が現れたって。ありがとうございます。どれどれ、使えそうな道具はあるのかな。レオンハートはいかがですか。いい、ね、冒険者様。レオンハートはいかがですか。冒険者様。思ったより早く復興したのは幸いですね。幸運も試練も全て神の御心でしょう。ルーテラン王のアークを探すためには剣と和紙、二つの印象が必要だと記されておる。そのうち
剣の印象は潮の砂漠エウディアに沈みし王国モライにあるそうじゃ。じゃがエウディアに行くためには険しいアンゲモス山脈を越えねばならぬ。お主らが険しい旅に打ち勝てるよう主神ルペオンの加護が共にあることを祈っておるぞ。ありがとうございますバルトゥ様。お主のために人々と共に馬を用意した。これからのお主の旅に役立ててほしい。エウディアまで行くのなら国境を越えて長い旅路となりますね。幸運も試練も全て神の御心でしょう。思ったより早く復興したのは幸いですね。おい聞いたか、アンゲモスさんに。アンゲモス山で疫病が流行っているそうだ。皆が祝福であふれますよ。全て神。冒険者様はどこから来たの？洞窟団の奴らに気をつけてください。独走洞窟団の奴ら急に勢力が増したな。洞窟団の奴らが気を引き締めろ。スクエアホールも破壊するかもしれん。この役立たずな運び屋どもめ、馬をお探しかな。
馬を見る姿が尋常じゃないな。疫病が…こんな疫病は初めてだ。
疫病が。この役立たずな運び屋どもめ。